めちゃくちゃ天気がいいからちょっと蓼科方面に行きたいと思います。はい、すごいね。ちょっと前にめちゃくちゃ雪降ったじゃん。うん、それでここら辺も真っ白です。結構道が滑ったよ、ここまで。そうだね、ツルツルだった、うん、途中雪があったりさ、うん、日陰がもうバリバリに凍ってて、うんうん、まあ、ここなんかもう今溶けてるけど、うん、こういう感じのとこがいっぱいあって、うん、やばかったよ、ツルツル具合が。すごい滑る ね、なんかね。多分ちょっと前の長野でいっぱい雪降ったじゃん。もう高速止まりまくってたじゃん、うん、それの影響がまだ残ってると思うんだけど、うん、で今日はね、まず蓼科のピラタス行って、去年も乗ったじゃん、うん、あれで上登って、ちょっと上で遊んで、坪庭の方で遊んで、うん、でスキー場また降りてこようかなと、帰りはロープウェイ乗らずに降りてこようかなと、うん、で去年はスキーで滑ったんだけど、今年はスノーボードで降りようかなと、はい、っていうのがさ、靴がめんどくさいじゃん、スキーの靴だとさ歩けないよね。そうそうそう、ね、だからもう一足靴持ってって置いとかないとダメで、結構めんどくさいから、うん、スノボのブーツだったらそのまま歩けるからさ、うんうん、スノボのブーツで上で歩いて、そのままスノーボード降りてこようかなと、はい、でその後ちょっと時間、まあどうなるか分かんないけど、蓼科をちょっとフラフラしたいなと思ってるんだけど、うん、多分今氷瀑見れるんじゃないかなと思ってね、あ、うん、まあ、今年ちょっと暖かいから分かんないけど、うん、ちょっと見に行ってみようかなと思って、うんうん、ちょっと温泉入ったりご飯食べたりかな、はい、そんな予定で行きましょう。はい、いやもうすごい乾いてるとこがいっぱいでさ、うん、なのにちょっと日陰のカーブとかに入ったらもうバリバリだから。そうだね、めちゃくちゃ危ない。ほんとここなんか高速降りてすぐじゃん、うん、だから降りてすぐさ、普通の感覚で走ってたらもうつるんといっちゃうから。そうだね、めちゃくちゃ危ない、急に現れてる、ね、そうそうそう、ちょうどもうすぐ3連休だからさ、うん、危ないよね、うん、基本道路はよく書いてくれてるね、うん、あ、これ横屋か違うか、横屋のところ、そうだよね、うん、ちょっとプランが急遽変わりました。ずっと行ってみたかったさ、うん、ガラムスタンっていう北欧料理屋さんがね、うんうん、予約が取れたんで、はい、まずそこに行こう。そこが11時半からで、まだ時間があるから、うん、先にちょっと乙女岳を見てから行こうかな。はい、うん、こう見て、あれどこだ、駐車場ここだったかな。ここ、おバリバリ上が乙女岳ってなら上に止めれないのかな。あー、どうなんだろう、ね、で乙女岳の氷瀑見て、うん、ご飯食べて、うん、山に登ると、はい、最高じゃない。この赤松かな、赤松、雪って綺麗だよね、赤松だよね、赤松だね、なあ、氷瀑群、あ、まずは、あ、いっぱいあるんだ、乙女岳以外にも。へえ、わ、滑りそうじゃん、大丈夫かな、ツルツルじゃん、うわ、へー、うわ、凍ってるじゃん、
だ、向こうの山なんだろう、あれ。これをずっと行くと、もっといっぱいあるのか、氷瀑群が。ああ、これだね。ああ、灌漑施設だ。ああ、ちょっと凍ってたね。うん、ちょっと凍ってた。あれだからずっとさ、氷瀑巡りみたいなので奥の方入っていけるっぽいんだけどさ、うん、そこ行ったらすごいんじゃない？うん、つるつる、気をつけて。ほら、全く止まらない。こういうさ、止まれのところとかカーブのさ、こういうところとかがバリバリだから、うん、危ないよね。そうそう。よし、ではお昼ご飯に向かいます。スウェーデンとかかな、バイキング料理になるのかな。うん、楽しみだ ね、 いいね、うん、北欧料理ってさ、前にも行ったことあるんだけど、そうそうそう、山梨でね、うん、美味しいよね。まあ、イメージしやすいのはイケアかな。うん、イケアのあのサーモンとかのああいう感じとかかな。うん、うん、バイキング料理ってあんまないもんな。そうだね。こっからどんくらい、あと 3.8キロ、4キロぐらいだね。あっちの方だよね、道の駅立品川になるのかな。うん、よくわかんないね。これは今メルヘン街道でしょ。うん、ビーナスラインにあるのかな。ビーナスライン沿いかな。だよね、多分。うん、そう、エピとかがあるのがメルヘン街道で、うん、ビーナスラインに一回行って、お腹減ったな。うん、日陰は全然溶けてないね。溶けてないし、すごい積もったまんまだ。うん、ビーナスラインは大丈夫だろうと思うけど、あ、でも日陰はわかんないな。ここにです。はい、あ、もうその辺だよ。 230m で右。あれもう着くって、うん、あれちょっと早く着きすぎたな。ちょっと早く着きすぎちゃったね。まあいいか、待たせてもらうか。 あったあった、看板が。あ、ほんとだ。ここ右です。はい、スウェーデンだね。え、アンド？デザートとコーヒーはめっちゃついてて、そう、コーヒーもついてくんだよ。すごいでしょ。へー、そうだね。なんかいろいろ出てくるね。なあ、楽しみ。あと3200円のコース。これにしてはもっとすごいね。結構豪華だよね。すごいな。うん、ホタテ貝のグラタンとか。ホタテにアボカドサラダ、オードブルの盛り合わせとか。美味しそう。ニシンだって。これはニシンのディルマリネとライムギパン。美味しそうだね。食べてみよう。今日は山梨のどうぞどうぞ。超美味しい。このマリネだからさ、ちょっと酸っぱいの。ニシンあの酢漬けじゃん、うんうん、そのお酢のさ、塩梅が抜群。で、マスタードとめちゃくちゃ合う。そうなんだ。めちゃくちゃうまい。ハニーマスタードかな、ちょっと甘いマスタードか。すごく合うね。美味しいです。いい香りがする、ライムの。いただきます。セロリの香りがするんだけど、セロリじゃないんで、なんか根菜なの、うん、セロリと椎茸、中にね、細かく切った椎茸がいっぱい。
ぱい入ってる。うん、美味しいです。届きます。こっちは豚と牛タン両方。うわすごいな、ホロホロだ。いただきます。美味しい、ホロホロ。そしてこっちは メケレだったかな、ノルウェーの白身魚なので、ホッケみたいな感じかな。どんなんだろうね。うわ美味しそう。このソース美味しいな。すごい白ワインと、わ美味しい。牛タンだよ、牛タン。結構柔らかい。いただきます。うん、おいしい。何これ、とろけた。結構いっぱいねえ、うん、ティラミスとバニラ、洋梨のコンポート、洋梨のコンポート。看板犬です、看板犬。さっきいっぱい吠えてたのにね、今おとなしくなっちゃった。おお激しいね、うちの車じゃ大変です。出れないじゃん、ほら、ほら。もう無理じゃん。下がって、一回。マジで出れないぞ。勢いつけても困るしね。あ、マジ出れないな、やばいな。もっとちゃんと下がってさ。あっちから出るか。あ、そうだね。どうしようって。あ、やばいじゃん、マジで。そこまで出れば大丈夫でしょ。肉じゃ全然だな、マジで。こんなお客さんいっぱいだろうな。でほらやばいもんマジで。おお、あー出た、危ねえ。よしではピラタスに向かいます。近いでしょ、もう、うん、20分ぐらい。11キロ18分。オッケー、いいね今日は。あ、目の前じゃない、あれピラタス、ゲレンデが見えてるもんね。しかしさ、レベルが高すぎるな、レストランの。で2300円であんなん食べれるってどういう値段設定って感じじゃん。すごい満足感があるよね、お料理だとね。なんか立科ってちょっと高いイメージがあるんだよね、別荘地でさ。いやすごかった今日の。デザートとコーヒーまでついてさ、でメインが 2つあるんだよ。そうそうそう、で魚とお肉両方ついて、で前菜もあって、なんかここの気候とさ、この景色とさ、なんか本当に北欧にいるみたいに思っちゃうよね、窓から見た感じだと。この山々しさはちょっとあれだけど、だけどやっぱ蓼科はすごいね。ちょっと蓼科のレストラン巡りしたいね。そうだ ね、今の通りにもさ美味しそうなお店いっぱいあったし、そうなんかペンションがやってるレストランとかさ、で前ムームー社聞いて行ったらめちゃくちゃ美味しかったじゃん、夏に。そういうのがまだいっぱいありそうだから、知らないところが、ね、いっぱいあるよね、でまあ有名なところもいっぱいあるじゃん、フレンチとか、ね、そういうところも行きつつ、ね、遊ぶとこも多いしな、やっぱりスキー場もいっぱいあるし、歩くとこもいっぱいあるし、そうだ ね、お、道の駅だね、ちょっと眺めがいいからちょっと横っちょ寄ってこうかな。どっからだったっけ、手前の道は、ここかな、Thank you.
すごいね、超綺麗だね。さあ、じゃあピラタスに向かいます。はい。あ、まだ標高1400だって。うーん、意外と低いんだな。坪庭が2200とかだったよね、確か。2200弱っつうのか。そうだよね、2100とか2200だよね、だった気がするけど。あ、こっから600、700、800メーターあるのかな。マイナス2、3度か。まあ大丈夫だね。うん。あ、これじゃない？そうそう、これ。北欧から今度はスイスだね。ヨーロッパ旅行じゃん、マジで。ねえ。9時から16時。16時までね。最終が16時か、ロープウェイの。多分ね。そうだよね。うん、だから4時までに、4時10分ぐらいまでにゲレンデ戻ってきて降りたら大丈夫ってことだな。うん。OK。スタート地点が1700だったかな、1800だったかな。結構高いね。高いんだよな、すでに。だって1800とかだからさ、八方の一番上じゃん、ウサギ平の。あの、それ考えると本当すごいよね。一番上のリフトのところだもん。ビュービューのね。うんうん。けど、ちょっと眺めが違うよね。ここはまだ1800m でもさ、木がいっぱい生えてるけど、あっちはもう木がないじゃん。うん、あそこら辺ね。八方池とかも。何の違いだろうね、よくわかんない。到着です。スイスじゃん。どっか空いてるかな。空いてるでしょ、もう帰ってる人いるでしょ。いっぱい空いてる。来た来た。うわ、すごいじゃん。1400円。1回しか滑れないからな、今日は。まあ、ついでか、今日は。北アルプス全部見えてるじゃん、ね、右横にも妙高の方かな、見えてるし、美しが原もよく見えてるな、ね、2237m だって。結構あるね。うん。わ、すごい。4キロのロングコース。すごいねー。
風が強いね。超寒い。マイナス7度ってなってたけど、今何度ぐらいなんだろうね。うん、すごいよ。木がめちゃくちゃ綺麗。ね、あれが島枯れ山だって。すんげえなー。ちょっとつぼに行ってみようか。要は敬愛禅もスノーシューもないけど、まあ大丈夫でしょう。大丈夫だったね。左左。やっぱ寒いんだね。気持ちいいね。すごいなあ、なあ、おお、すごいよこれ。足跡、ウサギの足跡だよ。あ、やっぱいるんだね。いっぱいいるよ、ね、いっぱいあるよ。ここだけちょっと坂なんだよね、最初。ギュッと。どう？ツルツル？本当だね。あ、やばいな。敬愛禅がな、ボードのシューズだとつかないからな。ねえ。意外と滑らないね。ねえ。さあ、坪庭に到着です。行ってみよう。今年はエビの尻尾が一個もできてない ね、 ね、やっぱ高いんだな。うん、気持ちいいね。できかけはあるけど、すごい。本当だ本当だ。できかけ。でまた高くて溶けちゃって落ちるんだろうな。本当だ本当だ、できかけだ。本当だね。できかけか。
残骸か、うん、埋まってんじゃない雪にいっぱい、よし、ぐるっと回ろうか、うん、気持ちいいね、でも晴れてるから風はちょっと強いけど、晴れてるねえ、あ、分岐まで来たな。今日も山には登らずぐるっと回って帰ります。この装備じゃね、全然ダメだ。北横岳60分、何の足跡これは、何だろう、鹿かねえ、何だろう、通り道があるんだね、ここの 谷に、何だろう、鹿ねえ、ここはウサギだ、通り道だね、ねえ、ほう、あれ、もう戻ってきた？近いね。40分ぐらいだね、一周。夏はさ、こっから歩いて降りたじゃん。結構時間かかったもんね、あれ。すごい急なとこあったりして。うん。ね、いたね。うん。夏より歩きやすいかもね。うん。けど、俺らはボードで一気に降りれるから。楽ちんです。5分だろうな、4キロ。あ、このさ、白磯の森周遊コースっていうのがずっと島枯れの方にスノーシューのコースがあるんだ。へえ。へえ。何キロぐらいなんだろうね。ねえ、まああれだもんね、島枯れって。ほう。ねえ。さあ今日はどれで行く？カモシカかな。カモシカで行くか。カモシカ白樺かな。OK、うん、ボードだもんね、うん、忘れてた、ね、スキーだしひょうたんかなと思ってたけどスキーじゃないんだった今日は。
お、そうだな。カレーライスが1100円、牛丼1100円。え、おすすめランチとか美味しそうだな。1350円。へえ、すごいじゃん。意外と安いね。そう、へえ、美味しそうだね。いいね。へえ、あ、こっちにカツカレーラーメンとかもあった。醤油いいじゃん。ラーメンが900円。だって安いな。まだまだいいな、ここは。へえ、ね、ここなんかリゾート感があるな。ねえ、この建物もすごいね。この中にも何かあるのかな。何ここは。なんだろう、レストランかな。レストランかな。あれ、外出ちゃったぞ。ん？あ、ここか。あれ、ここ、ここは休憩場所か。あ、レストランか。すごい、なんかいろいろあるぞ、ここも。バーガーが1350円、フレンチフライが S400円、ウインナーコーヒーもある。すごい、600円だ。カトフラッツもあるのかな。おいしそう。ここにもこんなのがあったんだね。結構いいね。うん、雪もまあまあ良かったね。ちょっとゴリゴリだったけど、いや、滑りやすかったね。アイスバーンって感じではなかった、ね。ではなかったね、うん、いい感じじゃん。あっちうまだったね、うん、歩かないと。滑るのはあっという間だね。ちょっと物足りないもんね。うん、あと 4,5 本行きたい感じだもんな。はあ、もう終わっちゃってるのか、レストランは。このレストランもなんかいろいろ食べれるんだよね。きのこそば900円、豚丼1000円かな。このくらいの値段、結構広い。こっちは山のパン屋さん。お土産屋さんを、うん、買うてるぞ。すごいぞ。こう、ここで長野県のお土産がいっぱい買えます。ホームラン券、信州和牛のポテトチップ。よし、では出発です。はい、 いや、よかった ね、 ねえ、めちゃくちゃ綺麗だったな。綺麗だったね、今日は。本当にやっぱ晴れるといいね、うん、おー、すっげえ気持ちよかった。よし、ではちょっとね、うん、これから下の方に降りてて、立品のさ、うん、東急が結構いろいろやってるじゃん。東急リゾートがあるんだけど、うんうんうん、だからここだとハーベストか、東急ハーベストがあったり、うん、ホテルもあるのかな、ここは。おー、うんうん、があって、でそこに温泉があるんだよね、鹿山の湯っていうのが、うんうん、でそこは日帰りも受け付けてて、うん、で物見湯さんで半額になるから、うんうんうん、無料にはならないんだけど、半額で入れて600円ぐらいで入れるから、うんうん、ちょっと見ていこうかな。はい、うん、高級感がありそうじゃん。そうだよ ね、 ね、あそこと一緒だよね、マダラオタングラムと。あそこも東急じゃん、うんうん、でハーベストがあってホテルのとこの温泉入れるじゃん。そうだね、うん、よりここの方が多分規模が大きいからさ、おー、すごそうじゃない。なんか別荘がすごいね。そう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 、別荘もあるしホテルもあるし、うん、会員制の、ね、宿泊施設もあるし、うんうん、あぶねー、しかしか出てきすぎだろ。ちょっとちょっとびっくりした冬でもいるんだね。いるね。またいた。
かいっぱいいるな。鹿が1匹出てくんなよ。1匹でいるってことあんまないよな。あら、あ、いるじゃん、ほら、奥の方にも。怖え。ほんとだ。さあ、道の駅まで降りてきたよ。うん。もうすぐなんか右に入ってくのかな。ああ、左にそれて右に行くんだ。そういうことか。ここ左にそれてくらしい。ここ あ、東急リゾートに入るんだって。お、あんま知らないね。どこから行くの？東急ホテル、ハーベスト、なんかいっぱいあったね。キャンプ場とかもあるらしいぞ。へぇ。お、滑るな。この車ほんとめちゃくちゃ滑るんだけど。何なんだろうな。すごいよ。新しいのにね、スタッドレス。ね、うん、滑ってるでしょ、うん、これで滑ってんだ。FF でこんな滑るんだ。これはまた夜大変だね、うん、バリバリになる ね温泉入ってのんびりしてたら。凍結注意すごいね。こんな警告してくれて。あ、死んじゃう。あ、なんか出てきたじゃん。これはなんだ。なんだろうこれ。あ、別荘だね。もう右の方は。うーん、本当だ。ゴルフコース。で、ゴルフコースがあって。すごいね。全部東急のなんだ。へー。めちゃくちゃあるでしょ。東急バケーションとかさ。この中でも分岐があるんだ。分岐と超あるでしょう。なんかいろいろね、別荘の地区が分かれてたり。ここの別荘の人はここの温泉入り放題なのかな。どうなんだろうね。さすがにそれはないか。入り放題ってことはないと思うけど、割引券ぐらいあるのかな。年に何回か、ああ優待とか何枚かとか分かんないけど、うん、あるんじゃない。あるかな、うん。すごいね、もう10分ぐらい走ってんじゃないの。ねえ、ここは左タッチするよ。あ、じゃあこっちなんだ、うん、すごいね、なんだこれは。なんかいろいろあるじゃん。あ、ここはなんかあれだ、カフェとかか。山崎が入ってるじゃん。あ、今冬はやってないのか、工事中だ。工事してるだね、うん、カフェとかもありそうだけど工事中だね、うん。まあ、電気ついてるから中やってんのかな、もしかしたら。あ、あれハーベストじゃない、あのマーク。大丈夫。あ、これ右ハーベストだ。うーん、あ、ここか。あ、ここ今だね、ハーベストの中に入ってんのか。温泉書いてなかったね。ここだって。どうしよう、 U ターンだな。 U ターンだね、だから、うん、ハーベストクラブ。駐車場ここ。はい。いいね。夏もいいだろうね。標高高いから。いいだろうね。涼しいもんね。うん。避暑地だな。静かだね。ねえ。あ、こっちはハーベストのアネックスか。ああ、本物のハーベストは別にあるらしい。あれか？あ、プールか。プールだよね。え？あれ？あれはプールだよね。プールだよね。丸見えだ。そうだよね。あ、温泉プールあった。すごい、東急では半額だ。いやー、気持ちよかった。え、外出れんの？いいじゃん。うわ、すげえ。あー、気持ちいいな。あ、あ、エントランスのところだね。へえ、いいね。
いや空いてたしな、最高でした。よかったね。超よかったね。気持ちよかった。すんごいいいね。ちょっとぬるぬるしてさ。そうだね。うん、で何よりもサウナが良かった。結構広かったし、うん、初めて12分も入った。外の外気浴がめちゃくちゃ気持ちよかった。あ、そう、うん、なんか椅子があったよね。そうそう、インフィニティチェアがあってさ、うん、ゴロンとできて、うん、もう体中から湯気が出まくってた。すごかったよ。温泉も良かったね。なんか日本庭園って感じでさ、うん、そう、露天広かった、うんうん、さあもう凍ったでしょ。凍ったんじゃない。全線凍ったんじゃない。これどう。やべえ、これツルツル、やばいね。もうちょっと左に寄るんじゃ。雪に乗ったらいいね、うん、あーやばいよこれ。ちょっと過去一滑ってるんだけど。滑ってる。すごいね。すごい滑った。全く登らないもん。すごいね。危ないね。こんなんなっちゃうんだね。でもさ、これ気づかず突っ込むよね。うん、この感じだよ。ただのさ、なんか乾いた黒い色じゃん。うん、ブラックアイスバーンだよね。おわ、滑ってんな。めちゃくちゃ滑るな、マジで。すごいぞ。すごいね。うん。だってアクセル全然踏んでないんだよ、これ。まあ、そもそもこれ、滑ってたらアクセル踏んでもさ、うん、あの、タイヤ回らないから、制御で、うん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 。マジ気をつけないとみんなこれ、気づかず入ってっちゃうよね。そうだね。ね、知らない人いっぱいいるもんね、そんな。エンカル巻いてないんだね、多分。うん、地元のナンバーの人はよく知ってるでしょ。うん、もうこう雪がついてたらね、やっぱさっきもそうだね、登りでちょっといろいろ試してみたんだけどさ、うん、雪のない黒いなんか乾いた感じのところは滑ってた。うん、で雪に乗ったらグリップしてた。なんか横滑りしてたよ。ああ、そうそうそう。いや、わざとハンドル切ったりしてみたんだ。うわー、綺麗だな、前。すごくない？すごいね。ちょうど夕焼けが当たってさ、すごいじゃん。本当だ。